間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。本日は2大名器ストラディバリとガルネリ・デルジェスのお話をしたいと思います。ストラディバリはアントニオ・ストラディバリのことです。一方ガルネリ・デルジェス、デルジェスというのは実は本名ではなくてあだ名といいますか、通称デルジェスと呼んでおりますが、本名はバルトロメオ・ジュゼッペ、これが本当の名前です。ガルネリ家には5人の制作者がいるのですが、一番有名なのがこのバルトロメオ・ジュゼッペでして、その名前がなぜデルジェスと呼ばれているかといいますと、彼の作ったラベルに JHS というイエス・キリストを表すマークがラベルに記載されていることから、この名前で呼ばれるようになりました。つまりデルジェスとはジェスというのがイエスのことで、イエスのガルネリ、そのようなことでデルジェスと呼ばれるようになりました。このアントニオ・ストラディバリとガルネリ・デルジェスの違い、見た目からわかる違いについてお話ししたいと思います。